ご紹介いただきまして、その特別企画ということで、創業者を囲むトークライブを本日開催してまいります。この私、本日司会を務めます日野と申します。そして、えっと、もう1人、今回メイン登壇者のボーダージャパン代表の田口とこの2人で進めさせていただきます。実はここに書いてますように、田口の下にボス、そして私の下にチャーリーとあるんですけれども、 ボーダレスジャパングループではメンバーをニックネームで呼び合うという文化がありまして、なので、本日のイベントもです、ね、私と田口でニックネームで呼び合いたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい。では早速なんですが、本日のプログラムをご説明いたします。まず1番目、ボーダレスジャパンの仕組みということで、昨日、カンブリア宮殿でも弊社についてご紹介いただいたんですけれども、 そこでは説明しきれなかった弊社の仕組みでしたり取り組みがありますのでそこを田口ボスです、ね、に説明をから、田口から説明をいたします。その後 Q&A ということで田口の話を聞いてお聞きいただいて質問について皆さんが質問いただいたものについてお答えしてまいります。それについては後ほどさん質問の仕方についてはご説明させていただきます。 最後には弊社から、防災ーージャパンからお知らせもございますので、最後までご参加いただけますと幸いです。では、その質問の入力方法なんですけれども、今、えー、皆さんの画面にその下の方にですねチャットというボタンがあるかと思います。こちらをクリックしていただきますと、チャットボックスが出てまいりますので、こちらにぜひあの質問をご入力ください。 時間の関係で、全てご質問は難しい可能性があるんですけれども、できる限りお答えしていきたいと思いますので、えー、とぜひご入力をお願いいたします。また、えー、画面の設定方法なんですけれども、今、えっ、ー、と人それぞれちょっと画面は皆様違うかもしれないんですが、おそらく私のこの画面が共有されている方が多いかと思います。でこれから口もあも資料を使いながらご説明をしていくんですけれども、もし、 話しているものの表情が見たいという方は、カーソルを上の方に持って行っていただきますと、オプションの表示というボタンが出てまいります。その一番下にある左右画面モードをクリックしていただきますと、画面が調整できるようになってみますので、お好みで資料と話しているの画面を調整していただければと思います。うん。 では、最後に私から一つお願いです。ボーダレスグループでは、ソーシャルビジネスが広がっていくことで、関わる人が増えていくことで、社会を変えることができるというふうに考えております。このソーシャルビジネスについて、より多くの方に知っていただきたいので、ぜひ本日の,このトークイベントの感想をツイッターで、ハッシュタグボーダレスジャパン、そしてハッシュタグソーシャルビジネス おつけてあの感想をお聞かせください、えー。ぜひお願いいたします。はい、では、えー、早速ですね、えっとボスから、えー、ボーダージャパンの仕組みについて、えっと、ご説明をさせていただきます。では、えー、よろしくお願いします。は,い、はい、了解です。えー、っとちょっと待ってくださいね。画面。 これ、共有されてますかはい。<laughs> あれ声もいいのかなはい。じゃあ、皆さん、今日は集まっていただいてありがとうございます。昨日の、えっと、カンブリア宮殿であの、まあ、ディレクターさんもすごく頑張ってくれて、いい形で伝えてくれたと思うんですが、まあ、詳しくは、あの 全部は中で言えないことあると思うんで、まあ、ボーダレスの、まずは、あの、具体的にはどんな仕組みでやってるのかとか、えー、をちょっと話しさせてもらって、その後、えー、なんかせっかくなんで、いろんな質問とかがあ,のあれば、あの、OK するっていう会にできればなと思います。最初の、えっ、ー、と、説明1個分か、まあ、20分ぐらいかなと思いますが、はい。えー、みんなの顔が見えないんで、喋ってる時は、 空気読まずに話していきたいと思いますが、もし何かあればチャーリー止めてください。<laughs> はい。話長いよとかあったり言ってください。はい。OK。じゃあ、早速始めたいと思います。まあ、ボーダレスジャパンっていうのは、一言で言うと、えー、こういう会社です。ソーシャルビジネスしかやらないっていう会社です。で、ソーシャルビジネスって、えー、じゃあ、そもそも何っていう風な形で言うと、まあ、よく言われるのは、こう、社会の負とかを解消するビジネス。まあ、不満とか不憫とか、えー、不快とか。 まあでも当然ながらそういうものっていうのはごく一般のビジネスがすべて解消すべきものであってソーシャルビジネスってあえて言うからにはまさに社会問題っていうものをビジネスという手段を使って解決するっていうものをソーシャルビジネスと呼びましょうと思っていますじゃあこの社会問題ってどういったものを呼ぶのかっていうふうに言うとこの社会の欠陥とか不合理から生まれる社会生活に支障をきたすレベルの大きな問題ですっていう。 ことです具体的には貧困問題とか地球温暖化、あ限界集落とか人種、性差別、難民問題、日本にも難民いますよね。こういう生活に支障をきたすレベルの問題のことを、えー、社会問題と呼びましょうというふうに呼んでいます。えっと、こういう不満とか不憫というものとこの社会問題というの,の違いはじゃあ何だというふうに改めて言うと、この不満とか不憫というのは言ったらマーケットのニーズだと。 思うんですね。まあ、ちょっと課題があります、ちょっと困ってる、だけれども、そこにお金を払う用意はありますよというマーケットのニーズです。まあ、ちょっと椅子は硬いんだけれども、もうちょっとお金出すから、もっといい椅子にしてくださいっていう、まあ、こういう不満とか便に対するマーケットのニーズがあります。なので、基本的には商売にちゃんとなるっていうことが出ています。 えー、だからほっといても基本的には誰かがやってくれる。なのでこういう世の中、それぞれの時代に不満とか不義はありますけれども、えー、時間の問題で解決されるところが、えー、一般的にはあるかなと思っています。一方でこの社会問題って言われるものっていうのはどういうものかっていうと、えー、っと一と言で言ったらマーケットから放置されるような人たちですね。例えばあ、昨日カンブリア宮殿も出てましたけども、工作放棄地っていうので、マーケットの原理からは、 外れてるんですね。マーケットの原理から言うと大,表大消費地に近いところで広大な土地があって水がそばにあって豊かな土地があって,っていうトラクターでガガガッとやれれば、えー、効率よく収穫できて、えー、効率よくマーケットに届けられるっていう一方で田舎の方にあって狭い土地でなんか三角形みたいな形しててっていうそういったところって効率悪いんであの誰もやりたがらないっていう風になっていたり。 もう1個紹介されたあれは東京の、えー、っと東村山のところであ発達障害の人たちがあの働いているという工場があったと思うんですけれども、えっと、あれもやっぱり、えー、効率よく働けない、えー、器用に働けないっていうなのでなかなか働き続けるのは難しいよってでも効率よく働いてもらわないと。 ダメなんだよねっていうふうなのが、まあ、企業の原理としてはあるっていうところにやっぱりどうしても効率よく働けないからってので仕事ができなくなってくるっていうこういうあの世の中今あるビジネスっていうのは基本的には効率の追求資本主義の、えー、一つ機能はあの資本家にお金を膨らんでいくっていう話をしたんですけどもう一個の側面っていうのは資本主義っていうのはやっぱ効率の追求っていうものがやっぱ 一つの側面になります。なので効率がから外れてくるっていう風になってくるとマーケットから保持されるえじゃあそういう土地で農業をやって儲かるかとかじゃあ例えばそういう企業にできない人たちばっかり集めて工場を運営して儲かるかっていうとなかなか儲かりにくいよねっていうことで放置、えー、され続ける結果は誰もやらないっていう、えー、これが社会問題がずっと残り続ける一つの構造かなとこれが今あると思うんですけどこれは一つの構造としてあるんじゃないかなっていう見方があります じゃあこの社会問題を解決するのは誰だっていう,うになった時にこれは政府の仕事なのか、えー、国連なのか NPO なのか市民団体なのか、まあ、もちろんみんなで取り組む問題だし全て皆さんがやることってすごく価値があると思ってるんですけど僕はこれこそがビジネスマンが取り組むべき仕事だというふうに思ってるんですね1、えー、つはここに書いてるように、えっと、経済的に自走できる仕組みがあるっていうことはやっぱりあの強いと思いますあの週何回か、 週末だけボランンティアでででややるるるよよりもフルタイイムでできききだだけけ大大な人数が毎日やれるいうインパクトは大きいよねだけどもう一つあるのは、えー、やっぱりあのこの社会課題が起こってるさっきの説明したようにこの効率の追求によって生まれてるっていう課題がすごくあるので、えー、そこから漏れたところをあのみんなでサポートしましょうじゃなくて本質的な解決っていうのはその非効率性も含めた形でビジネスっていうものを作っていくっていうことが僕は本質的な えー、解決つまり、えー、原因を生まなくしていくっていう解決になっていくんじゃないかなっていうふうな意味で、えー、このビジネスっていうもの非効率を含めたビジネス経済をちゃんと作っていくっていうところがあすごくそういうビジネスをリデザインするっていうソーシャルビジネスをやっていくことがとても大切かなというふうに思っています。 でこういう社会問題を解決するっていうためのビジネスを作っていく、さっきの非効率を含めたビジネスっていうものをあえて最初から作ろうとしているっていう、そういう起業家のことを社会起業家というふうに呼んでいて、僕らはこの社会起業家が増えたら増えた分だけ解決される社会問題の数が増えるよなっていうことを信じて、まあ、これが一つ僕らの信じる方程式としてやっていってます。 だったら社会企業化のために一つぐらい会社あっていいよなということで社会企業化のプラットフォームを作ってみました具体的にはノウハウとか資金とか人材っていうものを提供しかつ提供するだけだとベンチャーキャピタルと変わらないですよねそれを共有し合うという関係性のものを作りたいなっていうふうに思ってボーダレスっていうのを作ってみました昨年の売り上げは50円をくというような感じです 世界13か国で今35社存在しています。フードロスとかです、ね、難,民のこ難民の雇用貧しい人に対するマイクロファイナンスとかさっきの取り上げられた障害者、これはアンルーフっというブランドだったりするんですけれども年間に、まあきょ去,年ですね、去年1年間2019年では16社っていうのが誕生しましたこんな感じでたくさんの社会ソリューションを僕らは作っています。 それがたくさんのビジネスモデルという形で理想型の形で成功しているというのがたくさん成功事例が転がっていくということがすごく大切なことなんじゃないかなというふうに思っています。だとしたらどうやってたくさん作ることができるのかそしてできたものをどうやって世界に広げられるのかっていうやっぱり課題は世界中共通していてどっかでできた課題っていうのがやっぱり世界中に広げられないととてももったいないというふうに思っています。 このたくさん作ることができるのか、世界に続ける広げられるのかっていうのを考え続けてずっとボーダーレスグループというのは変化し続けています。えー、半年前と今違うので、今とまた半年は違うかなと思うんですけど、今の時点でのボーダーレスグループの形をご紹介したいと思います。まずどうやってたくさん作るのか。昨日もちょっとカンブリアでありましたけども、あれは新卒でしたけども、起業家採用という形をやっています。まあ起,まあ、起業家の卵ですね。 1>, えっと、1年間ぐらい修業をして、えー、実際に起業していくということです。まあ、修業期間をしっかりここで設けるということです。あとは実際修業することができた時に、えー、何が次に、えー、企業家にとって課題になるかというとやっぱお金ですね。お金というものが自己資金を貯めてやらないといけないとなると貯めるまでの時間がかかる。そして自己資金を貯めたとしてもすごく資金というのは金額が小さいものになるので、えー、自己資金ゼロで、えー、トライできるような環境を作ろう。 この修行ができてお金があればじゃあ成功するかっていうとやっぱりもう一個足りないのがマーケティングなんですね最初の立ち上げっていうところはいろんな形でサポートがあった方がやっぱり立ち上げの角度が良くなりますなので僕らはスタートアップスタジオっていうスタートアップを専門に支援するスタジオ機能っていうのを持ってこの立ち上げの専門集団でサポートしてるっていう機能を作っています イメージとしてはこんな感じです,いいですね、えー。入社して1年間、えー、修行することができると。修行できて、えっと、じゃあもう準備できました。じゃあ事業作ろうっていう風になったら、えっと、ここが僕のメインの担当なんですけど、事業モデルっていうのをじゃあどういうものにするかっていうのをその企業家と一緒になって、えー、僕と考えます。で、これができるように、えー、いいのはできたぞと。僕と企業家ではこれいいぞとなったら、えー、グループ社長会の承認を取ります。これは昨日の えー、カンブリアでも紹介されてましたし、ちょっと後でも紹介したいと思いますが、えー、それを経て会社を設立する。まあ、その時に、あ、ちょっと待ってくださいね。えーまあ、その時に初期費はいらないです。えー、そこから単、えー、月黒字になるまで、このマーケティングの支援、スタートアップスタジオによる支援を、えー、全て無料で行います。デザインとか、えー、システム開発とか、ブランディングをやったりとか、プロモーションをやったりっていう、いろんなものを専門チームが。 無料でサポートしていくという形になっています。で、黒字化した後とは実際の経営というところがまた大切になってきますけれども、人事、労務とか総務、ホームとか経理とかファイナンスという、こういったものは経営支援という形でバックアップスタジオというものがあります。それが売上げの2%というので全て運営を行う、代わりに運営をしていくと。社長の仕事ってすごくたくさんあるんですけど、 こういう実は経理業務であったりとかバックエンド業務非常に多くなっています。だけど先ほど言ったように僕らは社会ソリューションを作ろうと思ってやっているので、えー、社長はやっぱり事業開発に集中できる環境を作りたいということで、えー、こういう形をとっています。売上2%っていうのは例えば、えー、立,ち上げた立ち上がったばっかりで月の売り上げが。 50万円ですっていうふうになると2%たった1万円ですね1万円ですべてやってもらえるっていうことですね、まあ、一方で売上が1億円の会社もグループにありますけども、まあ、月の売上が1億円のところは 2%200 万円を毎月払わないといけないっていう感じですね、まあ、そんなには実際はかからないと思うんですけどここでも後で説明しますけども、まあ、お金があるところがないところをサポートしていくっていうような形を やっていますだから今は売り上げ2%ですけれども、実際これはバックアップスタジオのコストが賄えればいいんで、1.6%変わったりとか、調整しながらやっていってるっていう感じです。このボーダレスジャパン、僕の事業、まあ、全ての事業、17社1年間です。昨年1年間に立ち上げたっていうんですけども、全てに僕が関わっています。そしてこのスタートアップスタジオというのも、やっぱり17社、このチームがサポートしています。世の中一般的には 2社立ち上げたらこうシリアルアントレプレーナー連続起業家って言われたりとかいろいろしますけどもこのチームたちでは年間10何社を立ち上げてるんですねやっぱそのノウハウがここに溜まっていくっていうことなので今年よりも、えー、来年の起業家はラッキーです僕らの立ち上げのノウハウっていうのはもっと力がついてるんで、えー、サポート力は上がっています再来年はもっと高くなってるこうやって僕らは新しい事業を立ち上げる角度をどんどん上げてってるっていうようなのが僕らの立ち上げる一つの仕組みです で今お話ししたみたいに僕は事業プランニングを起業家と一緒にやるときに、えーまあ、基本的には今のある課題っていうのは今あるアイデアでは解決されてない部分があるのかなっていうところがいつも思ってるので今あるアイデアは逆にどういうアイデアがあるのかなっていうのをいつも調べるんですけども実は蓋開けてみると結構いいアイデアはいっぱい転がってたりとかするんですよね。いいいつもそれ思うのはななんんでこアいいアイデアが たくさんあるののに広がっていいかかないのかな新しいものを作るよりももしかしたらこれは広がっていかないことの方がよっぽど課題なんじゃないかなっていうふうにやっぱりいつも思うんですよね。ここを解決しててておかなないいいと、えー、ダメだなっっう,うに思っていますでそこで何ででも広がっていかないのかっていうのを考えることは大切だと思うんですけど例えば皆さんがある社会課題を解決するために事業を開発をしました。えー、やっぱりですね 2年3年3成功すするるまででにはかかるんですよねその間自分の貯金は、えー、食いつぶしながら生きると思うし、えー、少なくとも少しのお金しか自分は手元に残らない状態でやりますよねそうやって出来上がった事業モデルっていうものを、うん、さあできた世界中にじゃ広げたいかと思うと皆さんはそう思っているんだけれども実際には心としてそう思ってます、えー、だけれども実際それをどうやって広げるかっていうと難しいんですね それが2年間経って皆さんが素晴らしいアイデアを作ってるっていうことで例えば日経ビジネスとかに取り上げられて世界中に広げたいですっていうインタビューを読んだ人が例えば僕がそのインタビューを読んで皆さんのところに行って素晴らしいアイデアですねとじゃあ僕も韓国に行ってそれを広げたいと思んで教えてくださいって言うと皆さんは果たしてそれをこう僕に教えられるかっていうことなんですよね、えー、見ず知らずの僕がやってきて、えー、韓国行ってそのソリューションを広げたいっていう。うん 僕は本当にいい人なのかどうか、実は自分のお金を膨らますためにやろうとしてるんじゃないか、結局わからないんで、皆さんとしては最後どうなるかっていうと、結局よくわからないんで、まずは研修代として100万円ください、200万円ください、ロイヤリティとして何パーです、来年続けるかどうかまたその時考えましょうっていうふうにやっぱりなるかなと思います。一方で僕は 皆さんの、ね、アイディア、素晴らしいなと思って、ぜひこれは韓国にそう助けるために行きたいと思ったのに、皆さんからはすぐお金の話された、なんかすごく寂しい気持ちになるっていう、でも皆さんは全然悪くない、自分がやってきたことをただではなかなかあげれないよね、まあ、一方で僕は寂しいという、これ、誰も悪者ないんだけれども、えー、こうやってなかなか実際いいソリューションあるのに、なかなか広めるっていう段階になると難しい、じゃあ自分で世界中に視点を使ってやるのかっていうと、想像できない。 ですよね、でそこで思ったのが、えー、じゃあもしも、えー、僕が皆さんの、えーまあ、例えばちょっと値段わかるんないですけど、弟だったらどうなんだろうかというふうに思ったわけですね。えー、弟だったらどうしますかた多分 OK だと思うんですね。あのあいいよっていう。あじゃあ、もうちょっとノウハウもしてるし、よかったらお金もちょっとあげるし。 えー、3人、もう少ないけどもスタッフ3名ちょっとつけるから頑張って韓国行ってこいやっていうふうに、まあ、言ってくれるんじゃないかなと思うんですよね。でそれなんでかっていうとやっぱり身内だからだと思うんです。男、弟っていうのは身内だから。で、身内っていうのはやっぱ結局自分が何かあった時に助けてくれるし、えーまあ、セーフティーネットですよね。そういう信頼のベースがありますよね。でそういういもので考えると えー、じゃあ家族の中でしか家族経営でしかあ世の中に広がっていかないのかっていうふうになっちゃうそこはすごくもったいないなっていうふうに思っていて、えー、なので一つ考えたのはこの身内化っていうものを他人同士でできないかなっていう身内のような関係性を他人同士で作れたら家族経営じゃなくてみんな,がみんなであの広げていくことができるんじゃないかなっていうそれを会社で形にするとしたらこういうことなんじゃないかなっていうのが財布を同じにするっていう。 さっき言ったように、身内って究極的には何かって人、うと、何かあったときに絶対助けてくれる。何かあったときって、実は、まあ、結構お金だったりしますよね。もちろんあの血液の移植だったり、いろいろあると思いますけども、えーまあ、でもお金ってすごく大きいですよねで。お金っていうものが実は共有化されてるっていうことが、身内の一つの要素かなって思うと、その要素を持って僕らはお互いに協力し合えるんじゃないかなと思って考えていました。仮説ですね。 それ今やってみてみます具体的にどんなことをやっているかというと、一つは共通のポケット、各社のここに集う会社たちというもの、もちろん自,己自分のソリューションを広げるために頑張っているので、やるんだけど、もし、まあ、やると途中から余剰利益って出すんですよね、自己投資やっても少し余る、逆に経営としてはそのぐらいないと苦しい状態が続いています。余剰利益に関しては共通のポケットにみんなで入れようねと。 そしてそれを共有活用していくという形をやりましょう。で、えー、僕らはみんなとしての共同体として経営をしていきましょうということ。なので、先ほど言ったように、何か決めるときはグループ会社の全員の合議制です。これ多数決じゃないですね。一人でものって言ったらダメだよっていう形の合議制でやっていきましょう、えー。その上で、独立経営は維持しましょう、えー。誰を採用するかとか、自分の報酬はいくらにするかとか、全部自分で決定しましょう。 っていう,ふうにやってます。なので僕は、えー、とグループ会社の社長たちの給与は一切知らないっていう形になっています。昨日カンブリアでもあったようにじゃあいくらでも給与をつけていいのかっていうと変な格差社会は作りたくないよなっていうところで僕らのみんなの共同体のグループでみんなで決めた話としては、えー、一番年俸の低い人と一番高い人の差が同じ会社の中では7倍以内にしましょうっていうのを決めた。 その中ではどんなことをいくらに連付けをするかっていうのはみんな自由ですよっというイメージはこんな感じですね各社が独立経営してしっかりやってるんだけど余剰利益に関しては共通のポケットに入れると。 そのお金を通して、これから新しく社会のために挑戦したいっていう社会企業家に挑戦する。昨日、えー、とカンブリアでやってた新卒たちに1000万を渡してサポートするとか、一つの会社たちが1500万円をっていう、あのお金どこから来てるかっていうと、この余剰利益から進めてきているっていう感じです。 でこの余剰利益を使って、えー、いろんなサポート機能、先ほどの無料で、えー、スタートアップスタジオの支援を受けたりとかしますけれども、えー、その結果黒字化、黒字化までスタートアップスタジオが頑張って応援するんですね、僕もそのメンバーですけれども、えー、黒字化した、やっと自立したっていう風になった時に、黒字化した社長たち、企業家たち、どういう風に思うか、まあ、ただラッキーと思うかっていうと、やっぱそうじゃないですね。これだけ応援してくれて、やっとこの立場に立てた,立てたのは、今まで先輩たちが、 こ、えー、このの余剰利益を送ってくれたとということのおかげだと今度は自分がお金を回すお金を出す側に回ろうというのが、えー、この企業家たちが思うことなんですねこれは自然と人間としてそう思いますでこのことを僕らは「恩送り」というふうに言っています先輩たちはもう自立してるので恩返しはいらないです、えー、次困ってる次チャレンジサポートが必要な人たちに送っていく「恩を送っていく」というこういう相互扶助にお互いに助け合うっていうシステムを作ってるのが僕らです えー、独立経営はしてるけれども、利益は共有活用しようと、でそうすると仲間が増えることはいいことだったんですね。この余剰利益のポケットがたくさん大きくなると、まあ、僕らグループ会社ですけど1一個一個は小さいんですね、一個小さいんだけど、みんな大きなトライをしようとしてるんで、結構大きな投資でお金が必要な時もあります。そういった時はどうやって見てるか、ボーダレスグループ全体での数字はやっぱり銀行とか見てるんで、ボーダレスグループとしてお金を借りるっていうことができていくっていう。 こういうふうなの、えー、仲間がすごく多いと、やっぱりそのポケットはどんどん大きくなっていくっていうふうになってきます。これ逆に言うと、仲間が、えー、多くても全員赤字だと、共通ポケットはどんどん小さくなっていくっていうことなんで、えー、みんなが成功してるっていうことが重要。なのです、すごい助け合うんですね。で、こういうみんなが成功してる仲間がたくさんいるってなると、インパクトが大きくなっていくっていう。で、これいっぱい揃うと、結局アイディアとかノウハウっていうのが、えー、他者に共有されて広がっていくよっていう。 こういう仲間がたくさんいた方がいいんだっていう、えー、仕組みの方になっているので、えー、みんなでこうだったらいろんな人を呼び込んでみんなでアイデアとかノウハウが世界中に広がっていくような形にしておこうよっていうこういう形でみんな、えー、基本的に新しい人をどんどん迎え入れたいっていう気持ちでやっていっています。でこうやって、まあ、いい会社っていうのを僕らはたくさん増やすことでいい,いい社会を作りましょうっていうのが僕らの合言葉です。えー、こうやって社会教科が、えー、新しくどんどん誕生していくシステムっていうのを 取り組んできたんでできすけどもこういう社会の仕組みっていうものを作っていきたいなと思ったときに去年1年間で17社、非常に少ないなっていう,ふうに思ってもっともっと増えていかないといけない、そのためにはどうしたらいいのかなと思って、えー、1つ考えたものが、えーこのえー、参考したのが、ね、芸人の世界をちょっと見たんですね。今から20年前って、えーまあ、ダウンタウンとかウッチャンナンチャンとかトンネルズとかね、ごく一部の 人人しか芸人と言った時テレビ出てなかったと思うんですけど、今はもうすごいいろんな人がテレビ見て、ニュースのね、司会なんかもね、やってたりしますよね。この変化、この20数年起こった変化って何なのかなっていうのは一つ僕が注目したポイントです。えー、その <laughs> 一応一つが、えーあの、こう変わった一つのポイントは、あの吉本興業がやった NSC、ニュースタークリエーション、えー。あの効果はすごく大きいんじゃないかなと思ってます。昔は芸人になりたいと思ったら、 やっぱりこの前、志村家の話があってますけれども、えっと、誰だっけ、えーまあ、リーダーのところに、家にこう押しかけていって、あの弟子入りさせてくださいっていう、やっぱああいう時代があったわけですよね。でも、今、芸人になりたいと思ったら、吉本興業、NSC に入ったらいいんですよね。で合格率99.9%ですね。だから、もうなりたいと思ったらすぐ入れる。そこで1年間修行して、えーまあ、学んで芸を学んで、えー、これならいけるぞと。 いい相方いるぞと思ったら芸人を本格的に目指せばいいしそうじゃなければ他の道に行こうっていうこの安心のステップを作ったっていうのが芸人をすごく増やした吉本興業,業がやったすごい功績かなっていうふうに思っていますこう考えるとですねなんか起業家も同じやなっていうふうに思っています社会のために起業したいっていうふうに思っても じゃあ、いきなり銀行に行って、えー、借金する、担保を入れて借金するってできるかってっそれだとなかなか難しい。やっぱり、吉本君がやった NSC のように、原因になりたいと思ったら、まず養成所を入れっていう話のを知るように、社会起業したいと思ったら、業界養成所に行けるっていう、そういうものが日本中にないといけないな。もしそれがあれば、そこでしっかり、えー、学んで、両ハを学んで、これならいけるぞと思ったら、起業すればいいし、そうじゃないなと思えば、一旦就職するっていう、こういうステップを、 起業家の方にも作っていくそうすれば社会起業家っていうのはどんどん増えるんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、ボーダレスアカデミーっていうのを僕ら1年半前に始めてこういういろんな社会起業家社会のために事業をやってる人たちっていうものの協力を仰いでみんなでこういう起業家をサポートしようっていう取り組みをやりました、えっと、4ヶ月間で必ず事業プラン完成するよっていうためにもう毎週毎週やっていくっていう感じで 入学金5万円で授業料は20万円なんですけどこの20万円っていうのは卒業後半年以内に起業したら全額返金だよっていう、えー、なので僕らはまあ儲かんないですねだけどそれでも起業家を増やしたいと思ってこういう取り組みをやったりとかしています。 で、これちょっとやってたんですけども、3期終わってコロナの問題でちょっと開催ができなくなったんで、えっ、ー、と、新しく、えっ、ー、と、今オンラインプログラムっていうのを始めました。まあ始めた、昨日オープンしたばっかりなんで、よかったら見てください。この実践授業でやってる授業の内容と、この企業家たちのこう企業家講座っていうのと、教養講座、全部で19回の講座なんですけども、このノウハウを全て公開する。これは理由があって、やっぱり社会企業を ソーシャルビジネスを作るためのメソッドっていうのをやりたいなと思って、えー、こういう授業をやっているということをやっています。えー、こんなことを通して、僕ら社会教科の数が増えれば、解決される社会問題の数が増えるんだっていうことで、一人でも多くの社会教科を増やしたいって、これはなので、ボーダレスグループで起業するとか関係なくアカデミーをやっていて、えー、どうでもいいから、とにかくそういう人が増えてほしいなっていう取り組みをやっていたりします。 そういうことで年間100社っていうのが最低でも生まれる仕組みっていうのを日本だけでですね、えー、作っていきたいと思います。日本だけで100社生まれる。これを仕組みができたら世界中に広げていくっていうことができればあ、まあ、1年間に世界中で何万社、数千社っていう、えー、ソーシャルベンチャー社会企業をやろうという人たちが出てきてそしたら社会ちょっと良くなるんじゃないかなっていうことを信じてまずその仕組み作りっていうのを日本でやっていってるっていう感じであります。 えまあ僕らあの最後に一言、ボーダレスってあの睡眠みたいな感じで僕ら自分たちのことをちょっとあの表してたりとかするんですよねあの、まあえっと。大きな会社をどんと作るのもいいんですけれども、えーっとまあ、これからの時代はまあ一つ一つはこう小さくても生き生きとやっていくっていうことってすごく、うん、いいんじゃないかなっていうふうに思っています。 みんな何やってるか見えてやっていくっていうで、そういう人たちはただ小さいままだとダメなんで、えー、その人たちはやっぱり連携し合いながら、共に作っていくっていう、そういう,こう関わり方っていうのができる。だから同じボーダレスという,う枠組みの場合は、その事業を通して社会を良くしていこうっていう、そういう社会共和をたくさん増やしていこうという一つのこう枠組みに対して集まった睡眠、そういう睡眠なんですね。そのためにみんなが役割分担しながら社会を良くしていこうと。 こういう集まり方っていうのは、えー、いろんな枠組みの集まり方があってもいいかなっていうふうにあって、まあ、いろんな睡眠ができたらいいなっていうふうに思ってますが、まあ、僕らは一つのソーシャルビジネスというところの、えー、企業家の集まりっていうことでこんなことをやってます、えー、そんな感じですねはい、えー、以上ですまあ,あのそんな感じでまあとにかく企業会社を増やしていきたいよというふうに思ってますちょっとざっくりですが長くなりすぎました、えー、っと会社の仕組みは、えー、っとまずこういう形でやってます います。っていうのをまず最初にちょっとお知らせしたいなと思いました。はい、ご清聴ありがとうございました。じゃあチャーリーに一旦戻したいと思います。はい、ありがとうございます。皆様のご質問もあ,ありがとうございました。ここから40分ほど使いまして、<す> q&a ということでご質問に答えていきたいと思います。ではですね。私の方でちょっとピックアップをさせていただきました。えー、まず。 事業を立ち上げる前の段階に関してのご質問をまず、ご紹介したいいと思まますずツイッターからいただいた方が小林さんという方なんですが、はい、貧困地域等の情報はどちらから仕入れてくるのかということ。うんまた あちょっとこれに関連して、ズームのクワさんという方からもえ、世界中の社会問題をどうキャッチアップしているのかで、それを深掘りしていくために会社全体で取り組んでいることはありますかというあの、どのように社会問題をこうし、問題を知れてくるのかというところをご質問いただいてます。はい。はい。じゃこちらについてお願いします。わかりました。えっと。 答えは仕入れてこないっていう、<laughs> なんともすいませんって答えなんですけど、僕らはですね、本当に社会企業家、社会のために事業を作りたいっていう人が集まってやってくることなんで、いわゆる会社として、もしくは僕自身として、次はこういうエリアで、こういう社会課題を解決しようというテーマを持ってやってるわけでは一切な,ないんですね。世界13カ国ででやっているんですけれども、 えっと、この地域行こうって言ったのは1個もないです。その地域で、えー、っと、あなんか変わったかな、これ。大丈夫かな。あ大丈夫かな。んか、俺だけ画面が変わったのは。チャリー、音聞こえないな。あ続けていいのかな。あ失礼しました。斎藤さんという方の画面がですね、表示されてまして、ちょっと画面共有もしされている方がいたら、 解除していただけますか。あ、そういうこと。はい。誰かが自分の画面表示。そうですね。<laughs> あ、ありがとうございます。あ、びっくりした。はい、はいはい。あの続けてお願いします。はいはい。えっとなのでえっと特に石はね持ってないんです。なのであの本当にウェルかもここにいるあのカッチャンっていうあのツボタっていうのは今日フィリピンから参加してますけれども、えっと僕ですフィリピンでやってんですけど、それは単純に彼がやりたいっていうふうに言ったからフィリピンっていう感じだけですね。 僕自身は世の中どういう社会課題があるのかなっていうのをこう事,業とし事業として解決してやろうという意味でどんな課題が世界中にあるのかっていうのをこう調査してるってことはないです僕自身としては、うん、僕は来る起業家をどうサポートするかだからその問題例えば動物愛護の問題ってきたらその瞬間めちゃくちゃ一生懸命調べるし、えー、その起業家以上に詳しくなるぐらいその瞬間一気にもう僕は伴奏に入るんで調べますけど事前にこう ネタ探しっていう意味であのやってることはないっていう感じで参考にならず申し訳ないっていう感じかなはいありがとうございます。チャリからも謝っとて,てくださいはい申し訳ありません <laughs> <laughs> そうですねなので <laughs> ボーダレスジャパンまあグループでいつどんな事業がこう立ち上がるかっていうのはわからないんですよね、うん、おかですねもう持ち込んできた方が初めて初めて事業がスタートするってい,、はい、いう形になっております。 はい。ありがとうございます。では次の質問に行きたいと思います。これはオーダーレスグループの仕組みに関するところなんですが、はい、はいあ。その前にちょっと一つ前の質問にも関連して、その事業が、えー、と社会問題の解決につながっているかどうかっていうのをどういう視点で判断されているんですかという質問を、ズームの鈴木さんからいただいております。はい。まず、 ここのことについいてお願ししますわますかりた、はい、僕らは事業を作る、えっときに、必ずあのソーシャルインパクトという指標を必ず事業発表と同時に必ず発表するんですね。こういう社会問題を解決するためにこういう事業モデルです。でこれによって出るソーシャルインパクトはこれですということをやるんです。でそれは具体的に、えーまあ、例えばこの前にミャンマーの。 え、やってるハーブ栽培、昨日放送されたハーブ栽培の話っていくと、えっと、もう借金付けで暮らせなくなっている農家さんをまず契約栽培するっていうことで、えっと、生活ができるようにしていくっていう意味では、契約栽培をしている人間の数っていうのは一つ。で、もう一個は、えー、借金から抜け出せないという意味がないので、そのうち借金が抜け出した人の数っていう、こういうあの指標としておくものを最初に作っていて、このソーシャルインパクトと言われるものを 月次でで見ていくんですね僕らは月次で PL と CF、まあ、月次計算というか、PLCF を当然出してやっていきますけれども、合わせてそこに必ずソーシャルインパクトっていうのを出していて、インパクトが本当に出てますかっていうところを追求していくし、売上利益がいくら上がってても、そこの数字が、インパクトが弱いと、ちょっとやっぱり何やってるのかなっていう話には当然、えー、なりますね。 そういうとても重要な指標として多くっていう、それがあのいつしか売上利益が目的になって、えー、その災害対化のために、なんか新たな新規事業を作るみたいなことにならないように、えー、なってる理由は、そのソーシャルインパクトをしっかり毎月追っていってるからっていうことですね、はい、でここにいるかっちゃんなんかも今、フィリピンで頑張ってますけれども、本当に雇用できてる数っていうね、そういうところをもう数字で月次で追いながらやってるんで。 なんかちょっとうまくいかないから他に儲かる商売ないかなとかってやって、やぱそういうふうにはなり得ないですね、この数をまだ1人しかやっていてない2人しかやっといてないっていないという、うん、まずいっていうね。なんかそういうところが常に僕らの事業をやっている軸にありますす。ね。はい。はいありがとうございますではその基準というところにちょっと関連しまして Zoom の、はいえー、お名前が吉田様からいただいてるんですが。 事業撤退の見,き見極めはどのような基準で実施されているのですかという質問をいただいてます。はい。その基準はどうでしょうか。事業け撤退はチャーリージョルだね。なんかちゃんと進行できてるんです。<laughs> あの事業撤退はね、<laughs> あのお金がなくなったら終わりなんですよね。基本的に、えー、キャッシュフローっていう感じで、まああの初期投資五百万円。 でえっと、あとは1000万円の運転資金っていうとても少額ですでもこれでまず始めるっていうことが大切なんですよねでこれで小さく始めてこれがお金が尽きたら一旦終わりっていうでい終わりなんですけれどもそれでもまだやりたい時っていうのは2トライ目 に入ってください。また社長会で、それで分かった、もう1000万円 1, 万、トータル1500万円消しちゃってるんで、えー、その中でもうやりたくないっていう人はいいですよっていう、それは借金にも何もなりません、個人のリスクがなく社会挑戦できるっていうのは僕らのやりたいことなんで、やめたい人は当然もうやめてもらっていい。だけども、まあ、今のところやめたいっいう人いないんですね、やっぱりそれで分かった、お金は尽きたけどまだやりたいんだって言った時には何が分かったのか、それを分かった上でもう一回モデルを。 改善した上をやっぱもう1回社長会に発表する。その上で、えー、とまた1500万円っていうのをもらって、またスタートするっていう感じです。これ、えー、と何回でも大丈夫です。2回トライ、3回しても大丈夫っていう感じです。で僕は1回は失敗していいんじゃないかなっていう考え方をそもそもは持っています。で、2回目で成功すればいい。 やっぱりやってみないと分かんないものばかりなので、えー、大切なのはどうやったら成功するかというよりも失敗できる環境をどう作るかっていうことの方が実はすごく大切だと思っています。でそれができるような仕組みがやっぱり大切だなっていう感じで,で撤退するってことはつまりないです。あのその人がやめたいっていうこれ以上無理やとうう思ったらやめますんで。うん それは本人の意思です、ね。だから僕らはさっきのね、どういう社会課題を探してますかという話と同じなんですけどこの、えっと、僕だったりとかボーディスジャパン自体が意思を持ってやってるわけじゃなくやっぱここに集ってくる業家の意思ですべて動いている形なので事業をやめるのも継続するのもすべて業家自身の判断に委ねられているという形ですね。はい、はい。い、いありがとうございます。 ではその経営者というところなんですけれども、やはりその経営者のスキルが必要なんじゃないかということを質問いただいているものがいくつかありまして、例えば、えーと、Zoom の方から、友久さんからいただいているのが、経営学等を勉強していなくても、社会企業家としてうまく経営していけるのでしょうかという、うん、その経営者のスキルが 求められるのかかどどううみたいなところはどうでしょうか。リアルなスキル、はい、いわゆる知識的なものはもう全く求められないですねであの例えばですね菩提寺にもいろんな人来るんですよねまあええとにもう大企業で役職だったらすごいところまで行っててマーケティング アジアマーケティングディレクターやってましたとかっていろいろ来たりとか中国法人社長やってました大きな商社でとかいろいろあると思うんですけど基本的に起業ってなるとねやっぱりみんな1年生だと思うんですやっぱりある仕組みの中でできてたことっていうのとまっさらの白紙の中に絵を描いていくっていうのはやっぱり違うんですよねどうしてもなので、えっと、基本的にこれのスキルがあれば起業を成功するっていうものはまずないと思っているんですそういった意味において でえー、っと特別ななもものは何も必要いいと思いますただやっぱり起業家ってあの人の人生を背負うものですよね少なくとも僕らの場合はあの個人事業主の集まりではなくあの大きなインパクトを出していくためにみんな集う集団なんでいわゆる企業体を作っていく人間の集まりなんで社長と言われる人たちなんですよねつまり社員を何人も抱えながらその人たちの人生を背負っていってその人たちがこの会社で働いてよかったなって言われる会社を それぞれが作っていくっていう意味においてはやっぱり覚悟を持っていかないといけないそしてやっぱある程度の,そのコミュニケーションをしっかりする力っていうものっていうのは大切かなと思います自分がやりたいことをしっかり伝えられてで、えー、っとついていきたいと思えるような誠実さがあって,っていうそういうことをやっぱりコミュニケーションを通して、えー、ある程度伝えられるっていうことがないと、えーまあ、実際問題としては少しきつくなってくるかなっていうところかなと思います ただ実際、ボーダレスにも本当いろんな人います。あの大人しい人もいて、もう本当、かのなくような声で喋るような人もいるし、だから別にこういわゆるすごくてリーダーシップあってるということじゃないです。だからそういうことは大切なので、そういうことを身につけようとしていく姿勢があるかとかですね。そうやって今なくても、あのそういうふうになろうとすることがあれば大丈夫かなっていう。逆に、えっと、タカシとかどうですかあタカシさんはボーダレスの,あの採用をやってる、えー、なんですけど、いわゆる起業家 からのボーダリスにこういいいろろ問合わせが来るんですね。もうプランが週1回ぐらいかなあの、起業したいですみたいな、プラン持ち込みみたいな話もあるんですけども、えーまあ、たかしがあの1回相談に乗ってるというか言ってるんですけど、なんか、企業家ありますかあの見てる基準っていう、どういうところを見てたりしますかそうですね、えっと、僕が見させていただいているのは、やっぱりその、こう、 社会に向けてえっとやりたいと思っている人がどうかということとやっぱりその方が自分でその信念を持ってえっと心から熱中できることなのかというこの2点は特に大事に見させていただいているかなと確かに、ね、まあ、でもそうだよねだからスキルじゃないよね、結局はね、うん、やっぱり本当,に本当に心がやりたいのかという。 で僕はこれあのどこまで大きくなれるかは確かにスキル的な力量いわゆる能力的なところが関わってくると思うんですけどあの僕はある一定のサイズというか、まあ、小さくともやらないよりやった方がいいって、まあき、まあ、昨日ちょっと同じこと言っちゃってましたけどもあのそれは基本スタンスとして持ってますだからその人の力がそんなにないからあのめっちゃ大きくはならないからやらない方がいいってことはないですだからその人なりに、えー、のサイズまで頑張るようにしてほしい。 でもその意識、大きくしていく意識があるんだったらボーダレスとはいいかなで逆にあの僕からが個人事業主じゃないと言ったのは、やっぱり個人事業主のやり方が合う人もいるんですよね。やっぱり自分のペースで一人二人でやりたいっていう方が自分としては幸せなんだっていうタイプの人はボーダレス来ない方がいいと思っています。 あの結構切磋琢磨しちゃうっていう感じなんで、あのまあ、だから僕ら、僕はボーダレスアカデミーやってるのはそういう理由なんですけど、ボーダレスが万能でないっていうのを自分がこれ運営してて分かってるので、うん、個人事業でやってた方が絶対幸せだよなっていう人たちは、やっぱりにはやっぱりしっかりとやり方、ノウハウを伝えて自分でやっていただくっていう、そ,その人も立派な社会起業家なんで、えー、でもボーダレスの,あの今の仕組みとはちょっと違うからっていうので、えー、そういうのもやってます。はい はい、答えになったでしょうかはいね。ちなみに今あの採用のあたかしさんがあのお答えしましたがもうボスは一切採用には携わってないんですよねそうなんですはいそれなぜでしたっけ <laughs> 僕ね全員通しちゃうっていう大問題がありましてあの全員オッケーっていうっていう <laughs> 節穴って呼ばれてるから えっと、なので採用に関わると全員通るから関わらないでくれということです。一応最終面接だけやるんですけど、うん、まあ、ちょっと一応俺のところ来たら通ると思っとかんといかんっていう、一応危機感の中で採用チームはやってるんで、あくまでも自分たちでこう出て、まあ最後だけ <laughs> ご挨拶するっていう感じかな。はい。はい。役に立たないです、採用は。 可能性を感じてしまうんですね全てや,やっぱり可能性は誰しもあるのは絶対事実だと思うんですよね。だその人僕はやっぱりずっと社長やってきたんで社長の一番の仕事っていうのはその人をどう生かすかっていうことなんですよね。足切りするもんじゃなくてやっぱり自分の中に言っても来てくれた社員をどう生かすのかっていう。やっぱ社長ってその人の給料をねやっぱ上げていく責任を持ってるし。 少しずつ年取るたびに子供できたり何たりとか、今いろいろ介護が必要だったり、お金やっぱり少しずつ必要になってくるので、やっぱ毎年、今年より来年っていう、やっぱその責任を負いながら向き合っていくと、やっぱりその人をどう生かせるかっていうので、それでずっとやっぱ見てきてるから、どんな人見ても、いや、この人、こういう可能性あるよなみたいなね、感じをやっぱ基本的に思っちゃう。なので、あんまりだめになっちゃって、はい。だから、一旦外されて、でも今年から心を鬼にして、えー、採用を真剣にね、 関わりたいと自ら僕も申し出て、あの、新卒採用だけは採用、最終面接。今入るようになり始めました。五、はい、年ぶり。では、ちょっと次の質問に行きたいと思います。と、このビジネスモデルに関するところなんですが。はい えっと、ズームの関東さんからいただいた質問で、はい、この黒字化する事業が黒字化するポイントっていうのはどんなところでしょうかというふうにいただいてまして、あ昨日のカンブリア宮殿でも54億円のっていうふうにご紹介いただきましたが、どういうところにこう気をつけて事業を作っているのかというところをちょっとお願いしますちょっと専門的な話になっちゃうんですけど、ポジショニングっていう言葉があるんですけど。 ま,あまず、ものまねはしないっていうことなんですよね。今あるものと全く同じことをやってはいけないっていうことです。それは必ず競争になるっていうことなので、競争したらまあ面白いものにはならないんです。だから、えー、必ずユニークな存在であるっていう、これはポジショニングですね。他と違うポジションを取るっ,っていうことですで。同じポジションを取ると、最終的には価格競争しかないんですね。 でさっき言ったようにソーシャルビジネスっていうのは基本的には、えー、いろんな非効率を背負って商売やるっていう部分があるので、えー、価格競争コストは高いんです後ろのコストは高いんでコスト競争しちゃうと基本負けるっていうことになってきます、えー、昨日例えばカンブリア宮殿であのビジネスレザーファクトリーっていうブランドが1つ紹介されて革製品安いって 言ってたじゃないですかあ、お前安い売りしないって言ってるけどっていうふうに今、うんと思われた方もいたかもしれないですけども、えっと、あれ安いって嘘なんですよ、本当は。あの僕らのまず川あの、バングリッシュの工場っていうのは、えっとまあ、本当にあの仕事がなくて、本当に困ってる人しか雇わないですね、えー。工場行ったらあの、朝行くと人が並んでて、えー、雇わしてくれて、もう現地はすごく有名な工場なんで雇、雇ってくれ、雇ってくれっていう人がいっぱい並ぶんですけど、 採用する人間マネジメントのチームはあの彼らの生活の状況を聞いてて一番大変な人から雇うっていうのが唯一の採用基準なんですよね。なので当然ながらあそこで働いている840人っていうのは全員初心者なんです。 初心者があの川っていうすごく技術のいるところをやるって言ったら何が必要かって言ったら教育なんですよ。トレーニングをいっぱいしないといけないしっていうこととかをいっぱいやらないといけないですよ。で、障害者もたくさんいるんですね。雇ってくれない人を僕らはやるって感じで、その人は障害者の可能性もあるしっていう。障害者のためのトレーニング、障害者のための機械とか、そういう椅子作ったりとかっていうのも必要。送り迎えが必要だったりする。とにかくいろんなコストがいっぱいかかってくるっていうのが僕らのソーシャルですちょっと コスト効率の追求っていう、効率の追求の原理とはちょっと違うところで有名してます。というふうになると原価すごく高いんですよ。だからお革製品をバングラディッシュで作って日本で売ろうとした時に普通だったら工場だけ作って他のブランドにどんどん OEM って言ってあの下,下請けで作りますよっていうふうにやってください。あれコストが全く合わないんで僕らできないんですよね。 なので、えっとまあ、一部やってるんですよ。それはコストが他にちょっと高くても、そのためにやりたいって言ってくれる、やっぱり優しい人たちいんで、えー、やってます。やってますけど、基本的にそれだけでは全然大きくならないんで、やっぱり自分たちでお店作るしかないっていうのが、実は、そこからビジネスレーダーファクティというブランドが始まって、で、えー、原価は安くないから、えー、どうやって、それでもお客さんってリーズナブルと思わないと結構買ってくれないんで、 どうやったらリーズナブルと思ってくれるのかっていうことが大切なので僕らは自社店舗を出してすごくいいお店を作ったんですよ、ね、すごくいいお店を作ってすごくいい接客をしてすごくいい雰囲気の中できれいにお店商品を見せた時に名刺入れ2999円っていうのがすっごく安く見えるんですよすっごく安く見えるんですけど隣にある東急ハンズに行けば本川の名刺入れって1900円で実は売ってたりとか するんで全然格安だからそれが自分たちがやっぱりこうやっていくポジショニングをしっかり取っていくてい革製品っていうところの中で、えー、例えばどういうポジショニングを取ったかちょっと話しなくなっちゃったこれいいのかなまあいいやせっかく聞いてくれたんでえっとこのポジショニングの話をちょっと言ったんで説明しておくと、えっと、革製品でバッグを作るとか財布を作るってもうレッドオーシャンじゃないですか。 もうすでにそんな会社いっぱいある、そんなブランドいっぱいあるっていう。だけど、このバングディッシュには余ってる川いっぱいあるんで、これを使ってやるっていうことが必要なので、バングディッシュにとってはこれがいいと思ってやろうと決めました。これがソーシャルビジネスの始まり方なんですよね。マーケットから入らないですね。でもなんとか革製品売らないといけないって思ったときに、穴を探したんです。ずっと穴を探して、えー、マネージャーないものないかなと思ったときに、僕らは後発だよなっていう、川とか財布っていうと、普通ブランドが大切な分野なんだけど、後発でノンブランド 革とかそういういものなんだけどノンブランドで、後発でノンブランドであるっても、全くディスアドバンテージにならないゾーンってないのかなっていうのをずっと探したときに、あ、ビジネス領域だなっていうふうに思ったんです。ビジネス領域だったら、例えば皆さん、ビトンが好きだったり、プラダが好きだったり、なんかこうサマンサーダバーが好きだったり、いろいろ皆さんの好きなブランドってあると思うんですけど、ビジネスシーンっていうふうになった瞬間に、じゃあ名刺でビトン持ってた方がいい、別に持っててもいいんだけど、 その営業の人だったらそうじゃない方がいいなとかいろいろ人によって違ってビジネスシーンだけはあんまりその個人的に好きなブランドがあんまり入っていけない聖域があるなっていうでここに関してはやっぱり品質はいいけれどもそんなに値段はバンバン高くないノンブランドでも全然いいよねっていうむしろ変にこう角の立ったブランドとかはむしろ入りにくいよなっていうところで、えー、このビジネスに特化した すごく品質はいいけれどもリーズナブルっていうゾーンを作っていこうのが僕らは取ったポジショニングなんですね。なのでそのポジショニングを明確に表すためにビジネス、レザー、そして直販のファクトリーっていう形を名前を付けたっていう形でそのポジショニングをどんと名前としても取ったっていうそういうやり方をしているっていう。そうすると、あなんかあ今までこういうのなかったよねっていうふうにビジネスに専門特化した。 形で、革製品をリーズナブルに,っていううにやったっていう感じですねでそこを取るために、まあ、僕らは実際、あのぜひビジネスレザーファクトリーの商品見てほしいんですけれども、非常に精巧な作りをしているのは、そのバングリッシュで工場を作ろうと思ったに、あに、革も売ったことなければ工場もやったことないので、えー、どうしたかというと、日本であのインターネット探して、えー、なんか革製品、工場っていって、技術すごいみたいな感じとか検索して、 えー、2, 社2社すごい良さそうなのができて、えー、そのうち東京にある1社あってもうその人があのもう本当職人といえばここだなっていう実際ふたを開けたら結構いろんなあのブランドを OEM してるところってその会社がすごくあのブランドをそこやってたんですけどねやっぱホームページみるからにすごそうな感じだったんでもうそこに電話してお願いしてなんとか教えてくれって言って福岡から日帰りで会いに行ってお願いしてでそこの技術を教えてもらってっていう。 そこにバングレッジ主人とうちの副社長のが約2ヶ月間毎日親方に習いに行ってやってその後バングレッジの工場を立ち上げた後とも何度も技術指導をしに行ってもらってっていう形であの日本の技術で作ってるんですよねヨーロッパの技術と実は全然違ってえなんかないかなあの名刺例のこう角とかもね普通はペコペコって折ってね 縫うだけけなんですけど日本人ってやっぱり丁寧で聞く寄せって言って、こう線入れながらこう丸く縫い上げ、なんかこう折り上げていくっていうのを名刺への角とかあったりして、ああいうのは日本ならではの塗り方だったりするんですけど、ああいう技術をね、本当にしっかりやるって言って、本当にこだわった、革のクオリティもあれ非常に高いんですよね。普通バッグとか、これちょっと話しすぎな気がするな、前ちょっと喋り出したら、バッグとか普通 A, A から F ランクまであるんですけど、EF とかね使っても大丈夫なんですよ、バッグって。粗さが見えないんで。 財布とか名刺入れというのはあの繊線が細かくないときに AB ランクを使うっていうあ。A ランクとかないです。AB って必ず切られるんですけど、っていうふうにやるんですけど、ビジネスレザーファクトリーはあのビジネスバッグとか、ああいう大きなものも全部この AB ランクの革しか使わないっていうふうにやってたりとかして、すごく本当品質にもこだわって、技術にもこだわって、それでやっぱりリーズナブルな価格っていうものを出すっていう形。だけど、なので、 ああそれであの価格を出すからリーズナブルってなるんですよね。だから価格としては実は全然最安ではないっていう感じっていう、それがあの取ってるポジションっていう、だから実はあれ全然価格勝負しにかかってるわけでは全くないっていう感じを説明するのに10分ぐらいかけられました。 まあ、その先ほど、その事業をするのにもともと専門的な知識があったわけではなくて一から学びに行ったとっいうところがあったかと思うんですがこれって、まあ、社起業家だけじゃなくてこの支えているメンバーについても言えることかなと思うんですね。例えば、Zoom で山本さんから頂い,いているマーケティング支援や経営支援の専門家は社内の人材ですかそれともマーあのアウトソージングでしょうかというふうに。 いただいてるんですけれども、あ、この。はい。うん。今のところは全部社内メンバーでやっていますね。今のところは。うん、それはなんかやっぱり。性格でしょうね。なんか僕、仲間とやるのが好きなタイプなんで、なんか効率いいからアウトソーシングっていうよりも、こう、結構ちょっと。なんかみんなでやって、みんなで喜び分かち合ってっていうのは好きなタイプなんで、が今までですね。ただ、あの、本当に年間百社を立ち上げようとしていくと。えー。 と社内でやれることとやれないことが出てくるかなっていったときにやっぱりあとは時代もすごくわ変わってきてますよね。やっぱり本当にあのフリーランスという形の働き方さっきの起業家も個人事業の方が幸せな人いるっていうのと同じようにやっぱ会社の中で入るよりも、えー、個人の働き方の中で関わりたいという人も出てきてるんでじゃあそういう人たちは何ていうの同じ同士にはなりえないかっていうと別にそういうわけではないと思うんであの今後に関してはそういういろんなフリーランスっていう形とか っていう形の方と、そのプロとね、えー、一緒に仕事やっていくっていう、その外の、ね、皆さんと一緒に仕事やっていくっていうのは、あのもう近い将来来るっていうか、まあ、あるしで、実際に、あのもう、ボーダイスのホームページでも、パートナー採用っていう言葉だっけかなあの、あるんですよね。この事業としてこういう形で関わりたいっていう提案をもらえる人たちがいて、で実際にこう一部の事業会社たちなんかは、あのそういう、 パートナーさんにお願いしてもらって、オペレーションを整えるっていう仕事を発注したりとか、いろんな形でこうあの関わったりしています、すでに。広、う、報、ん、の方とかもね、チャーリーもそうで、ね、広報の人とかは広報、えー、っていう形で、えー、と外部の人たちとも協力してもらいながらやったりっていうことやり始めてますね。これからそういうふうに広がっていくかもしれないですね。 はい、ということもあり得るだろうと。はい。はい、ありがとうございます。では、あっという間に三十分経ちまして、あと十五分ほどとなりましたので。はい。はいはい、じゃあ、あと、次にじゃ、いきますね。今度は、あの、資本関係というところについて、えっと、ご質問いただいてます。うん、はい。はい、まず、ツイッターのからなんですが、つかささん。ですね。はい。えー、ボーダレスグループ、まあ、ジャパン。 のま、各会社の株主は誰がなるのですかと？とで、そのまま完全に独立してしまうのでしょうか？というご質問合わせて、はい、えー、zoom の和田さんから、えー、なんですけれどもま膨大ジャパンからあのま資本という形で格下にあの登場されると思いますが、まあ、その株の関係はどうなるんでしょうか？っていうところをいただいておりますので、こちらちょっと回答をお願いします。はい、わかりました。株式に関してはえっと今いる。例えば35社。 すべ、えー、て株主っていうのはボーダレスジャパン株式会社ボーダレスジャパンっていうのは100%株を持ってるっていう状態になってます。なので社長は株は1%も持っていないっていう感じです。ボーダレスジャパンがすべて持ってる。いわゆる一般の概念でいうと、えー、子会社、っていう100%子会社っていうのが、えー、形式上の表現っていう形ですね。えー、ただ えっと、株式には2つの側面があって、えー、支配力を持つっていうのが株式の1つの意味ですよね。まあ、やっぱり株主の会社株主のものっていうのは意思決定権あるかっていうこと、あとはリターンがあるかっていうことがこの2つだと思うんですけど、えっと、ボーダレスジャパンの,考ボーダレスの概念をさっき説明したように基本的には大送りの集団を作ろうっていうのが僕らの概念なんですねで。株式会社同士でお金を回すってどういうふうにやるかっていうと。あの 借り入れ借り入れはできないんですよね。なので、それをや唯一できる方法は配当なんです。なので、えっと、出資していっぱいサポートしますっていう、オンを送るお金は出資金として出します。で、それをがあの、さっきオンを送る側になるってなったら、配当っていう形で出していくっていう。この配当で出すときに、もしも、例えばですね、10%社長が あの持ってるるとすすじゃないですか,か配当って必ず当分で配当しないといけないんで90%は防災ジャパンで行くんだけど10%は社長本人に行くっていう風になるとどういう風になるかっていうとめっちゃ儲かってる会社の社長はその10%結構いっぱい入ってくるめっちゃ儲かってないところは少ししか入ってこないっていう形になっちゃうんですよねでこれはねやっぱりすごく清々しい清い あの素直な集団を作ろうというよりはすごく邪魔します。例えばアフリカで、えー、例えばケニアで頑張ってる僕らのメンバーいますけれども、やっぱりすごく頑張ってます、めちゃくちゃ大きなインパクトを出します。でも、年間3000万ぐらい利益出すのは多分結構きついと思うんですよ、限界だと。日本ででもしっかりやっていい事業出来上がったら、年間4億ぐらいの利益出す、そういう会社もあるんですね。で、同じじゃあ10%っていった時にお、めちゃくちゃ頑張ってるのに。 その4億出してるところの10%、その社長は10%で4000万円、そころに入っていくるんですね。で、そのケニアで頑張ってる人っていうのは10%、と、その300万しか入ってこない。この4000万と300万が同じこう、ね、チームで助け合おうというふうになるかっていうと、やっぱりなかなか難しいぞっていうところになるんで、えー、っとその株式というものはもう持たないっていう、だから株式というものを僕らは既得権益と見なさないっていうのが全員の考え方です。 でこれは当然ながら支配力も持ってないんですね、株っていうものに対して。なので、僕らは便宜上、その形態を取っている。なので、えっと、実際、自分の報酬はじゃあどうなのって言ったら、さっき言ったように、自分で決めていいんですよっていう、誰からの監督も受けないよっていうふうになっているので、お金がもっと欲しいですという人は、どうぞ自由にお金をあげたらいい、自分で自由にもらってください。どっかの大企業のね、事業部長は3000万ぐらいもらってるんで、僕も3000万ぐらい欲しいよと。 いいいいんじゃないですかっていうその代わりルールはあるよっていう自分が3000万もらいたいんだったら一番年俸の低い人をその7分の1にしましょうねっていう4300万ぐらいかな430万ぐらいにするんだったら自分が3000万もらってもいいんじゃないですかっていうでも一番年俸低い人を200万で雇ってるのに自分だけ3000円もらうって無理だよって一番年俸低い人は200万だったらどんだけすごい会社で創業者だっても7倍の1400万円があなたのマックスですよっていうこういう人としてのけじめを持ちながらの範囲の中で 自由にやっていこうねっていう感じでやってるっていう。なので、ねえっと一般の概念と僕ら本当株式に対する考え方が全く違うんです。で、株式を本当に放棄するために、昨日あの株り屋でも出てましたけども、株主の配当を一切、株式配当をしないっていう、あったじゃないですか。あれはボーダリスジャパンに対する考え方なんですよね。子会社からはその恩送りをするためにあの配当をこうしっかりやっていくけれども、それをコントロールとか、事務局をやってるボーダリスジャパン。 例えのメイン株主である僕が、僕に配当が入ってくるってなると、みんなこれ、何のために頑張ってんのってなるので、このボーダーシージャパンを所有している僕という人は、配当をもらってはいけませんっていうのが、えっと、このルールの考え方なんですで。ちなみに僕の給料もそうなんですよ。なんかこれ、なんかネットで、なんか僕の給料は2000万とか、勝手になんか上がってたりとか <laughs> してる、なんかそういう嘘つきいっぱい出てくるなみたいな、2000万も全然もらってないんだけど、僕の,あの給料もみんなと同じです オーダレスジャパンっていう会社の中にいる一番年俸の低い人の7倍以内っていうのは僕の給料なんです。なので、これ実質的に僕は創業者メリットはもう全くゼロですよね。かつ、理論値的には僕の給料が一番低くなります、この話は。なぜかっていうと、さっき言ったように、バックオフィス業務っていうのを事業会社は全部アウトソースできる仕組みになっているんですね。つまり、総務とかホームとか経理っていうところって、一般的にはそんなにめちゃくちゃ給料が 高いい人ばかりじゃなくても、もう必要ですよね。いわゆる業務的なところをやる社員たちもいっぱい必要っていうところにます、だ事業会社っていうのはやっぱり、ね、システム開発とか営業とか、本当に事業開発部隊だけを背負えばいいっていう、その7倍以内が事業会社。で僕はやっぱり、えー、どっかでコストを握っているところなんで、やっぱそんなにバンバン給料高くやっていく集団ばかりではないっていう、その7倍以内っていう感じなので。 そういう、ね、あの基本的な安心感というか、だから事業社長がめっちゃ頑張って、僕が一人お金持ちになるってことは、まずありえない仕組みになっているっていうところがあるので、多分こういう株式の話に対して、ボーダレスグループとして、えー、誰も疑う人がいないし、まあ、それをあの僕らあれは定款全文に書いてますね。憲法にも全文があるように、定款に全文を僕らは作って、あのそこにも定款に定めてるんです、あの言葉を。なので、えっと、これは逸脱できないということで。 やってるっていうことですかねはいはいありがとうございます、はい、だからあれですねボーダレスジャパンを本社本部と呼ぶってことは関係はないですんね禁止,されてま禁止ですねはい。本部とか本社とかっていう言い方もそもそも禁止されてます、ね、そういう関係性ではないはいありがとうございますでは今ちょっとかなり具体的なお話になりましたので はい。ちょっと次はですね、社会についてのせつあの質問いただいてますので、次に行きたいと思います。おそらく最後の質問になるかなと思います。ちょっと回答が長いな。端的に頑張ります。<laughs> はい、はい。じゃあいきますね。<ん>えー、ズームの石原さんからなんですが、ソーシャルビジネスがたくさん出てくる日本を作るために必要なことは何だと考えられていますかと。で、それに加えて政治に期待することはありますかというご質問をいただいています。<ー>はい。 ちょっと待って、俺記憶力悪いから、1個目の忘れちゃったっあ。ソーシャルビジネスがたくさん、えー、出てくる社会を、日本を作るために、どんなことが必要だと思いますかというご質問ですね。どんな環境がそうでしょうかう、ね、やっぱりね、えっと、企業のダメなところというか、難しいところは、その個人リスクがあることなんですよ。そこをどうできるかっていうところですね。やっぱりリスクって、リスクとリターンという兼ね合いで捉え、 やりますよね。ハイリスクだけれどもやっぱハイリターンがあるっていうでもねそういうのを喜ぶ人って実際ごく一部なんですよほとんどの人はもっとうんもっととてもフラットな考え方でそんなリスク取ってまで大きなリターン取ろうなんて思わないっていうのが、えー、一般大衆ですよつまり99%の人間ってそういう人たちですよねそこに起業というものをやろうって時に個人リスクを負いなさいっていうところはやっぱすごく難しくなってくるかなっていうふうになると思いますなので えっと、僕はソーシャルビジネスを増やすというためにはやっぱりそういうソーシャルベンチャーファンドっていうものを作りたいなっていうふうに思ってるんですよね。でそれは、えっと、ソーシャルベンチャーファンド、まあ、ソーシャルビジネスって別に上場させるわけじゃないですよねいわゆるベンチャーキャピタルって旋、えー、密って言われるようにあるところにいっぱい貼ってそのうちいくつかがすごいナンバー倍にもなりますみたいな、ね。 形で他のものもを回収するっていう、まあ、それはそれで素晴らしい一つのエコシステムが出来上がってると思うんですけど僕らのソーシャルベンチャービジネスっていうのは一個一個が確実に成功していく小さくてもいいから成功していくことの方が大切であってそれが何万倍に負け,負ける必要はないんですねそういった意味でエグジットを持たないんですよエグジットがないからここにお金を投資する人たちがいないっていうのがこの業界の苦しさなのでえっとこれがやっぱり そう,そういうお金の回し方じゃない別の回し方が必要かなというふうに思っています。で、えっと、今、社会、お金を回すときに、この投資家の話、さっき株式の話出たんですけれども、実際、企業にも企業家と社会企業家っていうのがいるように、投資の世界にも今、投資家と社会投資家と言われるものがあって、この社会投資家がめちゃくちゃ増えてるんですよ。 めちゃくちゃゃく増えてててるるんだけど社会投資家が何を困ってるかっか、まあ、この前もちょっと大手の信託銀行とか僕に怒られて、信、え、託、っと、銀行つく信託、投資信託を作りたい。だけど、投資先がないっていうんですよ。いわゆるソーシャルベンチャーとかソー、ソーシャルビジネスやってるところ、自で行ってるところにやりたいんだけど、やっぱある程度何十億とか何百億っていう単位で運用できないと、あの商品にならないっていう、それだけの投資先がないですっていうのが実際の声だったりとかする ですよね、だけど、そういうところに投資したいっていう投資家は山ほどいるよっていう、ESG って今言われたりしますけれども、そういうのは一般的な流れとしてあって、でもね、投資先ないのが実態なんですよ。なので、そこの枠を作った方がいい。僕はそれでソーシャルベンチャーファンドを作ろうと思ってるんですけど、そういうお金、社会投資家からのお金をそこに入れていく。で彼らが求めるのは、すごい大きなリターンじゃないんですよ。どっちかというと、リターンはもう少しでいいと、その代わり社会的リターンをくれっていう。 つまり自分が投資したことによって、社会にどういうインパクトが出たのかっていうのをはっきり見える形で教えてくれよっていう、そういう投資商品というか、ものをやったらいいかなっていうふうに思ってます。なので、そういうソーシャルベンチャーファンドを作ろうっていうのは一つで。そこでソーシャルベンチャー、さっき言ったように、ノーリスクでできるように、えー、そこからお金を借りてトライできるっていうこと。で、利益が出たらあのちゃんと戻してくださいって。できなかったときには、あなたのところのなんか担保を逼がするというとがないっていう仕組みをうまく作れたらいいなっていうのが一つ。 の形そのたびには、ボーダレスが今頑張っているように、必ず伴走する人がいないと難しくなります。ほっといてお金だけ貸してって言ってもやっぱり難しいんで、それを僕らはどういう形で伴走していけるかなっていうのをこれから開発していくっていうことですね。あとは僕は銀行を作りたいというふうに思っています。えー、ボーダレスバンクをどっかのタイミングで作りたいと思います。それは銀行を預けたら、えー、経済が回っているので、個人が預けたお金っていうものを銀行に融資して、でそこの 利利子子をもらってまた預金者に利子とこの差額で回るのが銀行なんですけれども、まあ僕らがどこかみずほ銀行どこかって預けた時に、そのお金がどこに行ってるかって全然分かんないですよね。軍事兵器の開発にやってる会社に行くかもしれないし、分かんない。これもお金の流れと同じかなと思っていて、そのソーシャルビジネスをやるっていうところだけ、あなたがうちに要託してくれたら、僕らの融資先っていうのは、そういうソーシャルビジネスの企業にしか融資しませんよっていうことをクリアにしたのがあればね、そこをお金集めたいという人いるかな。そうすると えっと、利子なんて今ほとんどないですからあのちょっと例えばまあ銀行ら借りるとき言ってもみんな 1. 何パーセントとかで借りるわけでそしたら一般の人たちに0.5%利子ですよっていう形でほ、まあ、他よりもちょっといい利子なんかやってもできる可能性はあるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。 そうやって、その専門のソーシャルベンチャーにだけ融資するというになったら、そこにお金を預けたいという人たちは十分出てくるだろうな、そうするとソーシャルベンチャーに低い利子でお金を貸すっていうことができるようになってこないかなっていう、まあ、そういうことをやっていきたいなと、まず、あ、はソーシャルベンチャー、まあ、銀行は少し時間がかかると思うんで、まず、あ、ソーシャルベンチャーファンドぐらいから始めていけたらいいなっていうふうに思って考えています。 あとは政政治治のの話でしたよね。政治の話じゃごめんなさい、石、え、原、っとね、さんがいただきまして、あ違うんです、政治ではなく政府でした、あのご質問私が間違いまして、政府にどういうことを求めますかっていうご質問です。政府か。<laughs> 政府にどういうことを求めるか。はい、期待するかですね。期待するかか。 僕ね、あまりこう期待しないんですよね。期待しないというのは諦めてるって意味じゃなくて、あの <laughs> じじ自分、なんか、淡い期待はしないっていう、自分がどうあのそこにかわ関わっていけるかっていうことをすごくいつも考える、えー、タイプなんです。まあ、なんか政府なり何なりって、まあ、それなりに多分みんな頑張った結果、こうなんだろうから、そこをどこというよりも、なんか、とはいえ、全然今、僕はい、いい政府だと全く思っていなくてっていう。 感じなんですよね。まあ僕自身はね、なんか原発も止めないしとかっていろいろあります。だけど言ってもしょうがないんで、そう言うんであれば、じゃあどうやってやっていくのかっていうことに関して、僕は地方から変えていくっていうのが具体的な一手だと思っているんですよね。あの、やっぱり歴史見ても、あの、必ず地方から変わっていくって。で、中央政府を変えるとか、東京都を変えるってすごく難しいと思うんですよね。だけど、あの、地方って、例えば、無投票 でで通っっちゃゃううよななものものあったりするじゃないですかだかあの本当、地方で、えっと、でも地方って今これ、これからすごい大切なのに、本当、議員が変わらなかったりしてるところとか、すごくいっぱいあるんですよね。だからそういったところ、僕らもいろんな実は提案しに行ったりもするんです、なんかこう、あ,のある旅館組合とかが、もう潰れそうって言って、助けてくれって言って、で僕らも全然儲かんないのに、もうこういうことをやろうって言って、提案しに行ってやったんだけど、やっぱりなんか、新しいことしたくないって言って、議会で止められたりとかね。 結構いいっぱいあるんですよで。そういうことってすごくもったいないなと思っていて、えー、そういうところからしっかり変えていく地方議会を変えることは僕らみたいなものでもできるっていうふうに思ってるんで僕はもう34年をめどにこの政治の世界には行きたいなと思ってボーダレスとしてで、まあ、僕は立候補とかそういうことじゃなくてビジネスの仕組みを変えたように政治も仕組みを変えていくっていうこがすごい大切でそのまず手がけ方としては地方 の政治地方議会をどうしていくかっていうところから、日本は少しずつ変えていくことはできるかなっていうふうに思っていて、やっぱり常に自分がコントローラブルに働きかけることっていうのを考えているので、うん、まあ今の政府に対して言いたいことはいっぱいありますけど、まあ、でも、それとは別に自分がどうその、そう言いたいことがあった上で、どうしようとしているかっていうと、僕は地方議会をどう変えていけるかっていうのは、すごく面白いと思ってます、日本変わっていく上で。 はいありがとうごではですね、たくさん、ほ他にもご質問いただいてるんですけれども、ちょっと時間になりましたので、基本ではここで一旦終了とさせていただきます。もし追加であったら、ツイッターで答えますので、投げいいてくださじゃあそれはボスの個人いや、なんかあれだよね、ボーダスジャパンですね、ちょっと回答長すぎたから、なんかね、しゃべりすぎるんですよ、これは。 はい、そうですね。ねついつい、ついつい、はいはい。はい。はい。はい、で今回で、ね、あのいただいたご質問にはあの明日実はあの副社長の鈴木があの<お>同じイベントがあるんですけれども、そちらでも少し取り上げさせていただこうと思ってますので、もし明日お時間を許す方は2時から明日ですね参加あのいただけますと。時間ある人はもうぜひはい。鈴木さんはねもう最高ですから。あのボーダレス一応僕が。 あの今回あの乗りましたけど、まあ半分は彼のおかげっていうかあの、彼がいないとボーダレスって全然だめなんで、あのまあ、僕は結構めちゃくちゃのお父さんっていう感じなんですよね。で、お母さんがスーさんっていう感じで、まあ、すごい優しいやつっていう感じで、あのそう、だからね、僕は勉強しておきたいです、彼のために。あのえ、なんだっけ、えー、っと、あ、自己,満自己満ですかあれはね、ほんとね。 あの後ね、ケーキ、僕ら新卒のためにケーキ配ってみんなでやったりとかね、テレビって怖いんですよ、とにかく。もうすごい切り取られるんで、あの、めっちゃ本当は仲いいからねっていうところで、やっぱ真剣な時ともう仲いいっていうのはあるんだけど、あの、彼はあの、自己満だろって言ってたんですけど、あの、めちゃくちゃ優しい人間で、あの、とってもいいやつなんで、あの、ぜひ。で、ま,あ、また僕とはまたタイプが全然違うんで、あの、よかったら。 あの対比のために明日も聞いてみてくださいはいあの同じこと、はい、質問しても違うこと言うかもしれないしうんまあでもはい彼、はい、彼うんいいんじゃないかなはいありがとうございます質問でいただいてましたこの今日の録画をあのいただけますかって質問にいただいてたんですが本日のこの録画はウォ、はい、ーターデスジャパンのユーチューバーアカウントにあの後日アップロードしますのでまたそちらでもご覧いただけますそのアカウントに関してはあの。 ズームで応募いただいた方にはあの、メールで後日お送りしますので、そちらをお待ちいただければと思います。はい。では最後ですね、ちょっとお時間10分ほどいただきまして、はい、オーダレスジャパンのお知らせからのお知らせをですね、させていただきたいと思います。私の画面をもう一度共有しますね。はい。では、お知らせということで、まず、 今回ですね、このイベントにご参加いただいた方の中には、起業したいって思っている方もいれば、今、別の仕事があったり、学生だったりして、すぐにはそれはできないけど、何か関わりたいっていう方もいらっしゃるかと思います。でそういう皆さんに、いろんな関わり方、ソーシャルビジネスへの関わり方を、ウォーダイ・ジャパンからはご提供したいと思いまして、4つの関わり方をご準備しました。 でそれが始める、参加する、働く、起業するなんですけれども、でちなみにボーダレスジャパンの,あの公式サイトえ、5年ぶりについ最近リニューアルしたんですけれども、そちらからご覧いただけますので、ぜひ、この後ご覧ください。うん、<で>始めるのところに<い>あの、ボーダレスグループがやってることが、あの個人としてどういうサービスを受けられるかとか、どういう,う,いう形で。 かわ、われるかとか、法人として関われるかみたいなのが書いてるので、よかったら始めるのところもぜひ見てみてください。はい。はい、ありがとうございます。では、実はちょっと一個ずつ簡単にご紹介しようと思ってますので、どはい、はい、行きたいと思います。じゃ、あまず始める、その、今、もうすぐ言った、あの、個人でできること。のところの一つ例として、あの、八取電力、昨日、リリースしたと思うんですけれども。じゃ、これは、あの、六年ぶりに自ら事業を立ち上げているっていう、この。 ボスにちょっとぜひ、これホームページとか開けあはい、開きます。こまたちょっと話し出すと長くなっちゃうかもしれない簡潔にちょっと3分ほどでお願いします。<laughs> やっぱりあの今、一番の課題って地球温暖化だと僕はあのとても思ってます。えっと、あちゃり、その、えっと、なんだっけ、別のページないかな。あ、なんかの。電力とは かあこの下かあごめんなさい、8、は、通、いはいえっと、り電力っていうのを昨日、実はリリースしたんですね。でこれ、今、チャリが言ったように、ちょっとルール違反でやりましてあの、僕は基本的に事業を自分では持たないんですけれどもあの、緊急事態だなっていうふうに思ってます。あのやっぱり今、現代、僕ら大人が一番真剣に取り組まないといけないというか。 あの本気でやんないと本当にまずいぞっていうのが地球温暖化の課題ですで、えー、賛否両論いろいろあると思いますけども、えー、一つやっぱ世界の科学者がある一定の合意を取ってるのはやっぱりその二酸化炭素の増加っていうのがその原因の一つであるっていうところは、えー、明確に言ってるところの一つです、えー、可能性は十分あると思いますなのでこの二酸化炭素をどう減らすかっていうことをやっていかないといけないっていうことなんですけども実は僕らあの 家庭まあ、これも時間がないからあれですけども、えっと、皆さん電気自,分自宅の電気東電とか宮電とかのままない人が実は多いのかなってこうやって意識が高くこうしっかり行動できてる人とかでも実はそのままの人ってすごく多いんじゃないかなと思うんですけどテレビ見ながら地球なんかやべえなとかって自分の子供の熱中症心配だなとかお,おじいさんおばあさんの心配だなとか言いながら 多分旧電力のままだと思うんですよね、ほとんどの人が。なぜかというと、電気の切り替えできるようになったんだけど、20%の人しか切り替えてなくて、8割にとってまだ切り替えてないんですよ。でこの日本、自宅に届いている電気、8割が火力発電所から来ているんですね。えー、火力発電から来てる。で、日本全体の CO2 出てる部門別の41%ってこの発電部門から出てるっていう感じ発電、すごく大きな CO2 を出す部門だしですね。で、そのほとんどがあの火力発電から来てるんで、 自宅で家庭から出てる CO2 の48%っていうのが、えー、この電気から来てるんですよ。でその電気を今までのまましたまま地球の中やばいとかって言ってる人がすごい多いんですけどあのそこを僕も知らなかったしままでだけど実はそうなんです。なので家の電気を CO2 を出さない火力発電を使わないまあバチドリ電気の場合は原発も使わないっていう再生可能エネルギーのものの電気を使うっていう。 そういう電気を自宅に切り替えたら、えー、じ自分の生活の中で出している CO2 は半分にできるんですね。でまあ、であの家庭の中では。というふうにできます。なので、この選択肢を皆さんにぜひ知ってほしいし、ぜひやってほしいと思っています。で、さらには電気を切り替えるということを通して、僕はもう一つの課題として、まあ、昨日あどうやって切り替えるんですかハチドリ電力のホームページに行けば。 <laughs> 嬉しかったんで答えちゃいました。すみません。あの八戸電力のホームページに、はい、すぐにウェブで申し込みができます。で、あの合わせて八戸電力はえっとこの電気料金の1%まあプラス1%していただくんですけど、電気料金1%っていうものを自分が支援したい応援したい NPO とかあの NGO とかのに毎月寄付できるっていう仕組みに。 なっています。なんで、そういうものを八鳥電力でやってます。ごめん、チャリちょっと、どうしても、この動画を皆さんとシェアしたいんで。この下に、ちょっとある。八鳥のひとしずくって、皆さん、知ってますかちょっと、これ、流してもらっていいですか?。音出るかな?。音声までいけんのか?少々あ。少々。八鳥のひとしずくっていうね。これ、すごい物語があるんで、ちょっと作ったんですよね。ちょっとい、い、きます。八鳥のひとしずく。 南アメリカの先住民に伝わるお話です。はいはい、森が燃えていました。森の生き物たちは我先にと逃げていきました。でも、クリキンディという名のハチドリだけは行ったり来たり、くちばしで水のしずくを一滴ずつ運んでは火の上に落としていきます。動物たちがそれを見て、 そんなことをして一体何になるんだと言って笑います。クリキンディはこう答えました。私は私にできることをしているだけ。あなたの人くで社会が動く。みんなの人くで世界が変わる。今私たちにできることを。 蜂電力ありがとうございます。ちょっと最後宣伝の文字が1個入ってるんですけどでもこの「ハチドリに咲く」のこのクリキンディの精神僕すごいなと思っていてハチドリってあハチみたいな鳥だ出しあすごく小さい小さいんで、えっと、お前みたいな小さいやつがこんな山火事の時にくちばし水含んでやったって何もならんぞっていうふうに言うんだけど。あの 何もやらないいよりかはややっった方がマシっていう、うん、何もやらずに防寒するんだったらこの問題を見過ごしてるのと同じだけども、えー、やろうよっていうことなので自分の自宅の電気を切り替えてじゃあどれだけ CO2 地球全体の温度が下がるそれは分からんけれどもやっぱりみんながやるっていうこと少なくとも自分はちゃんとやるっていうことってすごく大切だなっていうふうに思って います僕はこの話がとても好きであの夏になるとあの T シャツここが8鳥りの刺繍をした T シャツを僕はずっとあの一年中着てるんですけどもあのなのでこの電気を火力発電をなんとか減らさないといけないっていう世界中が火力発電を減らす動きになってる時にあのこの菅官房長官が、えー、あの火力発電増やすっていう宣言をしたんですよね日本は増やしますよみたいな形をねなんかやった時あれを見て僕は。 ありえねえっていうふうに思って、動かなきゃと思って、なんかできることしようと思って,色々調べて、いろいろ喋ってて、やっぱりこの電気を交りするものをしようっていうことで始めました。なので、えっと、なんかこういうのってみんなでやらないとできないんで、まあ、よかったらあのぜひやってほしいし、あの素敵な NPO とか NGO をたくさんこれから迎え入れていきたいと思ってるんで、あの、はい、ぜひ。 まあ、覚えておいてください、ぜひ八鳥の人しずくっていうものっ、なんか、皆さんぜひ伝えてもらえたらなというふうに。思います。はい、すみません、チャーリー三分超えましたね。<laughs> <れ>大丈夫です。はい、ありがとうございます。<laughs> 詳しくは皆さんの八鳥伝でよく、あの、の、あの、メールでも言われる、送るんですけれども、検索すると出てきますので、ぜひご覧ください。昨日から申し込みができるようになったんで、電力供給は八月開始なんですけど、受付をもう始めてんで、ウェブで、あの。 やったらもう切り替えも宮電とか東電からもう切り替えもこちらからやるんでみんなはウェブでピッと情報入れるだけですべて完了なんではい。まあちょっと紹介したいことはまたこの回やりましょうあの紹介したいことがいっぱいあるんで,うです、ね、はい天気いろいろ工夫があるんですはいじゃベッド設けましょうとはいすみませんいえいえありがとうございますはいちょっと続けていきますね今のが始める、はい、だったんですがまだまだあるんだねはいええー、次はですね参加するでしてえっと その参加の仕方、今、このようにイベントをボーダレスジャパンとして開催しているんですけれども、35あるボーダレスグループの各社もあのイベントを今回開催しております。それぞれ皆さん関心のある社会問題ですとか、テーマに合ったものをぜひご参加ください。でまた、質問にも採用についてご質問をたくさんいただいていたんですけれども、採用のイベントも開催しております。例えば、4月21日、 近いところで言いますと、二十三日ですに。これは新卒の方向けなんですが、イベントを開催したりですとか、たくさんありますので、ぜひ。こちらも、えー、防災ジャパンのホームページからご覧ください。では、続けて働くです。こちらは、えーあのー、こちらも採用ですね。なんですけれども。 ここに書いてある新卒採用だけではなく、社会起業家採用で、ビジネスプラン採用なんですけれども、ですとかあの、中途の方の採用ということもやっておりますので、ぜひこちらもあの、起業家とじゃなくても関わりたいという方は、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。で、えー、最後ですね、起業するというところなんですけれども、こちらはもう具体的に起業に向けて動き出したいという方、けれども、こうもっとノウハウのところを知りたいという方は、 先ほどあの、田口が、あのボスがあのスライドの中でもありました、オンラインのボーダレスアカデミーで、えっと、プログラムを作りましたというところで、えっと、具体的にあのホームページの方にありますので、こちらもぜひご覧いただければと思います。はい、では、えー、長くなりましたけれども、最後に明日の予告をもう一度出させていただきます。えー、明日はですね、ボーダレスジャパン代表取締役副社長の鈴木が登壇いたします。 今回のお話も、あの話題スるジャパンの仕組みのところは簡単にご説明するんですけれどもえ、本日のようにご質問を受けてお答えという形を取っていきますので、明日はですね、こう鈴木から見た、副社長から見た例えば田口はどうだったのかみたいなところですとか、あと創業期の裏話みたいなところもあのお話できますので、ぜひ、あのこの事業を支えて作るというところの裏側はどうなのかみたいなところ気になる方は、もぜひ、えっと、ご参加いただきたいと思います。いい上手だね ぜひ、ちなみに、えー、と p t x から同じようにご応募いただけますので、あのー、インターネットもしくはこの QR コード読み込みからでもいけますのでぜひお申し込みください。すでに200名近いいおお申し込みもいただいておりますは最後、改めてなんですがこのソーシャルビジネスをもっとどんどん広げていきたいと思いますのでぜひ本日の感想を「ハッシュタグボーダレスジャパン」中点はなしで大丈夫です。 そして、えー、ソーシャルビジネスつけて、えー、感想をお聞かせください。はい。では、皆様、本日は、あの、長い、えー、長時間、お忙しい中、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。また、まイベント、質問が、はい。答えられなかった分は、ちょっと、ね、答えておきますね。はい。はい。うん、では、一旦、今日のイベントはここまでにしたいと思います。はい、皆様、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。した <laughs> はい、失礼します。